ハローイチュジローの、ジローの一面。今日はサンスポ。サンスポ。っていうかね、阪神勝っとるね。で、なんかあってんで、ね、っていうかもう野球ギャンブル協定ばっかりやね。協定だらけやね、これ。協定だらけやねんけど、コロナがえらい224人とか言うてけど、この静けさは何？あんだけ騒いとったんね。増えてても静かという。でもないんかな、将棋が負けたんと、これ、源さん、パチンコ信頼実践、P 大工の源さん、超イダテンよ、これ、超イダテン、源さん、パチンコ屋も流行らんちゅうね、源さん、思わず調べたよ、信頼でね。なんか昔のゲンさんと全然ちゃうしみたいな。なんか今時というかもう。っていうかパチンコ屋も流行らんからね。これ元祖はいつやろ ?20 年前 ?30 年前なんかゲンさんよう売ったよな。あの、なんか、燃える。なんかね。ぐわームエヨンのゲンさんがね、はい、そういう感じ。パチンコも調べとる。っていうかゲンさん、ちょっとこのなんやら寝台調べたらね、島田いうずっとパチンコ動画で上げてはる人おんねんけどね、ね、パチンコを YouTube に上げてすごい視聴率ある人なんですけどね。パチンコやっぱ人少ない言うてはったね。私もたまにね見に行くんですよ、常連ウォッチャーとして。みんなどないしてはんのかな思って。けどほんま少ない、ほんま減ってますわ、お客さんいてない、ね、でちゃんと対策もね練ってはる言うて、この島田さんもね言うてはったけど、いやほんまにもういろんなね企業努力してはる、してありますよ。っていうことでね、まあお金のある人はね、お金のあって暇のある人はね、娯楽なんでね、はい。ということで、まあ大した事件もないということで、コロナがやばいということで、はい、皆さん気をつけてください。はい、っていうかもう11時やし、いってらっしゃいっていうか、いってるっちゅうね。はいへっちゅうね。いっとるっちゅうね。仕事しとるっちゅうね。はい、失礼します。チャンネル登録、お願いします。